今回は資料の整理8有効数字についいてて見ていくよまずは今日のテーマとポイントを確認するね今日のテーマは「有効数字」とは有効数字これ簡単に言い換えると確実に信頼できる数字このことを有効数字というよ。ただ言葉を覚えてもあんまり得点にはつながらないかな。 みんなが覚えてておいいほしのここから先の話ね例えば4 2 3キロという数字があった時これ有効数字1桁あるいは有効数字2桁で表せそんな問題が出てくるんだそんな時には確実に信頼できる数字が1桁まで上から数えてこの4までと考えるそして2桁だったら上から数えて 4と2までこの数字までが確実に信頼できると考えるんだ。そこでポイントねどういうふうに表すか有効数字1桁で表すには有効数字2桁で表すにはどう表すかポイントはととととかかける10の何とかかかかけけるるのの乗乗でで表表すす具体的に見ていくとこの場合には。 信頼できるのが4だから何とかの部分は4を書いてかける10の何とか上で表す。で見てみると410と表すためには4け1 0 1乗だから書かなくて4け1 0で OK なわけね。そして2桁になった時4二まで信頼できるんだったらこの時にはここポイントね。 4.2×10 の何とか乗で表すわけ。で42なわけだから 4.2×10 の1乗で 4.2×10 と表せば OK なわけね。今日押さえておいてほしいのは有効数字の表し方ととか10の何とかの乗で表すこのポイントをしっかりと押さえて問題を見ていくよ。 じゃあ例題見ていくよ A 君の家とおばあちゃんの家の間の距離を測定すると1 6 2キロであった。まあ、結構離れてるよね有効数字を16とする時近似値を整数部分が1桁の数 ×10 の累乗で表そうという問題ね。問題まあ問題長ったらしいけど結局何やるかそれは A 君の家とおばあちゃんの家の距離をこの形ね。 整数部分が一桁の数かける十の累乗つまり有効数字の表し方で表せそんな問題なんだよ問題文理解すると A 君の家とおばあちゃんの家があってその距離を測ってみると162キロだったんだってたださ162キロも離れてるとやっぱりね誤差あるわけよ厳密に測ると160キロでしたとか159キロでしたとか誤差があるわけねそこで 信頼できる数字はどこまでなのと言われたらこうなんだ有効数字を 1, 6とするつまり 2> 2キロこれが測定した数字だとすると信頼できるのはこの1と6までこの時に整数部分が1桁の数かけ1 0の類乗で表すわけね。 でまあ、日本語で書くとさこれすごく難しそうに見えるけど今日のポイントを押さえたよね有効数字の表し方はととととかかけるなんとかかかかけけるるのの乗つまりこれって言い換えると今日のポイントのなんととかかかける10のなんとか乗この形なんだ。で使っていいのは1と6だから今日のポイントを使って。 1.6ね1.6かける10の何とか乗にするで10の何乗にすると160になるかというと10かけると16になっちゃうだから10を2回かけるわけだから10の2乗こんな表し方になるわけねでこの場合単位キロなわけだからちゃんとキロもつけてあげて 1.6かける10の2乗、有効数字の表し方で書くと、1.6かける10の2乗キロ、こんな表し方になってくるよ。じゃあ練習一緒に見ていくよ。ピークの家とおじいちゃんの家の間の距離が2704メートルであるとき、上から3桁の有効数字で表すとどうなりますか。 という問題ね今回の問題は B くんの家があるそしておじいちゃんの家があるこの間の距離がだだっったんだってその 2704m を上から3桁の有効数字で表すとどうなるかという問題だよ。ポイントを思い返そう今日は有効数字の表し方だったね。上から3桁の有効数字ってどういうことかな まず測定した数値 2,704m あったとしたら上から3桁の有効数字ってどういうことだろうそうだね有効数字は確実に信頼できる数字それが上から数えて3つここまでは確実に信頼できる数字ですよという話ね。でこれだけじゃないんだ。 上から3桁の有効数字で表すにはどうしたらいいか。今日のポイントだったね。有効数字の表し方はこう、何とかかける10の何とか乗で表す。有効数字は何とかかける10の何とか乗で表す。この形にしなきゃダメなんだ。だから270これをこの形で表そう。まずは 2持ってきて2とこのあとに小数点を打って残りの7と0をくっつけるでも2 7 0ルじゃないよね。メートルと表したいんだからかける10の11個かけると272個かけると2703個かけると2700だから3つかけてあげて。 10の3乗メートルこれが答えになるんだかけるの3乗メートルでねちなみにいや先生これおかしいですよと2.70の0はいらないんじゃないですかって人結構多いと思うんだいやいやいやこれいるんだよ絶対有効数字上から3桁で表すんだから270まで信頼できることを表すために2.70と まで書かないとダメ。これ2.7かける10の3乗としちゃうと信頼できるの2と7だけになっちゃうでしょ。上から3つ分270が確実に信頼できること表すために2.70かける10の3乗。こういうふうに表すよ。今日のポイントをおさらいするよ。有効数字とは。 確実に信頼できる数字を有効数字と言った。ただ言葉がポイントじゃないよね。ポイントはその表し方だった。有効数字の表し方は何とかかける十の何とか乗で表す。四十二点三、四が信頼できる有効数字だとしたら四かける十。同じように四十二点三、四にマリが信頼できたら四点二かける十。10 何とかかける十の何とか乗で表す。これさえ押さえておけば大丈夫だよ。